番組ののっけからなんですけれども、はい、皆様にお詫びをしなくてはいけないね、番組としては。はい、はい、すいません、いつものノリじゃなくて、以前からお送りしてきましたマンボウのマンボウ、はい、お話なんですけれども、はい、あれネットに書かれた嘘だということで、だっせあんだけ盛り上がりましたね、コーナー化もされましてね、はい、うんうん、まあ今僕ら坊主です。坊主ね。だから坊主。坊主になっております。やはりね、伝え聞いた話とはいえ、はい、我々が発信したことではないとはいえ、うん、このような、そう、乗っかってね、うん、事態を招いてしまったことは本当に遺憾に思います。本当申し訳ございません。はい、申し訳ございません。ね、ところがですね、強いマンボウを見た、はい、に送られてきたメールは全て本当のことです。これはね、目撃証言ですから。ですから、それは僕たちはリスナーを信じてますからね。絶対の信頼を置いてますので、そこだけはちょっと信じていただきたいな。ただ、コーナーは飽きたんでやめます。飽きたんで強いマンボウ見たのコーナー、うん、飽きたんで飽きたんでやめます。終了。でもね、本当の話もあるんですよ。そう、あ、そうなの？だから餌に薬を混ぜて食べさせていますっていうことだとか、うん、神経質なので静かにしてくださいとかっていうのを言う水族館もあるし、うん、神経質なのは本当なんですよね。本当なんですよ。別に全然ガサツでもなんでもない。そうなんですよね。え、二席分普通に電車の中で勝手に取るようなやつじゃないわけでしょ、マンボウは。そうなんですよ。うんうん、だから本当に、あそこまでかはどうかわからないですけど、どれが嘘かもわかりません。わかりませんよ、我々。いっぱい言ったんで。そう。いっぱい言ったんで。本当でも嘘ばっかりですね。この世は。世の中ね。そうだよ、世の中が嘘ばっかりなのが悪いんだよ。そうなんですよ。思春期の奴らはな、純粋なんだぞ。そうだよ。本当に。ねえ。女の子もだから勘違いさせるようなことしたらすぐ勘違いしちゃうんですか？ああ、わかる。だからもう、うん、気がないややめて。何の話してんの？さあ、何の話してんの？だからもうメールにさ、うん、おい、それとハートを使ったりとかですよ。ハートをつけるやつ、そういる。わ、メール嬉しいです、みたいなやつ。そう。もうそれだけで俺気があるんだと思って。わ、メール嬉しいですって書かれるだけで。もっと事務的に対応しろよ、俺のメールに対して。ありがとうございました。絵文字なんで作らなくていいし。そうなんです、そうなんです。お願いします、そうですよ。できれば嘘はね、つかずに我々も生きていきたいです。うん、生きていきたい。で、あとね、うん、はしょりすぎも。いっぱいしりすぎ、はい、はい。だから、ネットで書かれたこととかも、うん、そうじゃないですか、僕らの話とかも、うん、なんか編集されて、うん、あーね。なんかそこ端折っちゃったら、まあ、なんか全然違う話になっちゃうよ、みたいな、ね。ニュアンス取っちゃって。そうそうそう。ねえ、あるんですよ。僕前ね、うん、去年かな、うん、全然昔に、うん、痴漢を捕まえたことがありまして、で、それずっと言ってなかったんですよ。うん、なんかね、言うのもなんだし。うん、で、それを、たまたま、男性声優さんで、はい、ちょっと道をね、教えてあげた人が綺麗だったから、うん、ちょっとこう、なんか、じゃあ一緒に行きましょうかみたいな下心が芽生えた、うん、俺、恥ずかしい、みたいな、ツイートをしてたんです。で、僕も、はい、いや、以前、痴漢を捕まえた時にですね、うん、その中学生、うん、被害者が中学生だったんです、うんうんうん、中学生が、何年かだってね、うん、あの時助けていただいた、うんうんうん、鶴です、みたいな。ちょ、どういうこと？人間の状態のやつを助けたら鶴が来ちゃったの。それとも鶴が痴漢されたの？ごめんなさい、もう難しい。例えを発症した。そうだね。あの時助けていただいた中学生ですって言って、まあ綺麗みたいな、下心をふわっと思ったけれども、そういや名前すら聞いてねえわ、みたいな、そんなことを思っちゃったやましい心みたいなのをリプライしてたんです。はいはいはい。ところがそれをですね、なんかどっかに貼ったんですよね、きっと。で、それで拡散されちゃって、へぇー。浅沼慎太郎が痴漢を捕まえたぞ。うん、でも、だいぶ前の話なんですよ、それ。うん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 、で、それが、なんか、何ヶ月か経ってから、すごい拡散されて、うんうんうん、俺も見た気がする。最初のうちは、なんか、うん、そうなんだ、みたいな。うん、なんか、女性としては嬉しい限りだね、みたいなのとかあったんですけど、うんうん、だんだん、自分から武勇伝話すのダセーとか、なんか、俺、痴漢捕まえたぜって自分で言うのってなんか、みたいな。待て待てと。俺が言いたかったとこは、そう、やましい心とか下心のところ、ね、で、お前らが勝手に貼ったものを、お前ら、ちょっと曲がりあんだよ、流れあんのよって。そうそう、はしょんじゃねえよって。で、俺も、なんだよと思って、ちょっとブーブー言ってたんですよ。何も言わなきゃよかったっ。でもね、そしたら、うん、その拡散されたおかげで、うん、
もしかして、これって妹のことじゃないって言って、お兄ちゃんが、あの、私に見せてくれたネットの記事がありまして、もしかして助けてくれた方でしょうかっていう、お母さんからの手紙が来た。事務所に。よかったと思って。よかったと思ってって。いい、すごいいい話じゃない。結局ね。すごいいい話。結果的に。まあ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 、そうなったんですけど、まあ、はしょられるって。そうね。そう、そういうのある。ニュアンス全部取っ払っちゃって、そこだけ取り上げたら、意味違っちゃうよ、みたいな。そうね。だから、例えばこう、ギリシャ神話とか。うん。急だね。なんだ、急だね。ギリシャ神話って、まあ、有名じゃないですか。うんうんうん。読んでみると、あの、お前、そこはしょんなよっていうのばっかりで。ほう。あの、メデューサって言うじゃないですか。いますね。神がこう、ヘビ。ヘビ、ヘビですね。うん、それをペルセウスっていうのが倒したと。うんうんうん。倒しました。そこまではいいですよ。はいはい、あの、鏡の盾を使ってね。はいはい、有名ですね。そう、あの、石にならないように。うん、で、その隙をね、こうついてペルセウスがこう、メデューサの首を跳ねたと。うん、そしたらですね、うん、メデューサの首の切り口から、血しぶきとともに、うんペガサスと黄金の剣を持った戦士クリオサルが生まれ出て、うん、その後、ちょっと待って、その後じゃねえよ待って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 首の切り口から、そうだよ、なんつったって。まあ、ペガサスとクリオサルが出た流れ、うん、俺の頭の中でビジョンと浮かんでねえからそうだね。そう、へったくさシリーズ構成が。シリーズ構成が。そう。ギリシャ神話のシリーズ構成下手なんですよ。そこめっちゃ気になるとこだよって。なんで、そうなんだね。そこで2周。そう、じゃあ2周いけるよ。だってそっから、ペガサスと？そう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 。それクルオサルが。クルオサル、知らねえけどさ、俺は。が生まれるんでしょ？うん。わかんねえよって思うんですよ。じゃあ、ほんとだよね。本当に。A パート終わって B パートになったらもう生まれてないでしょ。ってなるよね。急でしょ、うん、戦ってる最中に喉元からヒーンってしてる気がないから。伏線張ってたんですよ。伏線が。伏線全然ないもんね。あーって口をきっかけたらちょっとだけ翼が、ヘレヘレってちょっと。そう。なってたら、あー、あの時の。あるけど、うまいわーってなりますよ。お、岡田真理さんうまいわみたいなことになりますけれども。それおかしいんだよね。そこを、はしょられたらね。なんだ、だって、神話系って全部そうだろうけど。そう、突然山で来たりするでしょ。そう。なんかパーって投げたら、それが山になり。まだ、なりません。なりません。なりませんぞ。そのメカニズムを、我に与えて、与えてくれたまへ。頭から、ゼウスの頭から、軍神マルスが生まれたら、どうなってんの？そうなんですよ。どうなってんの？そりゃあギリシャ神話実写化しねえわと思いますよ。無理だもん、そんなの解釈が。まあでもそれもね、まあそうだね。シリーズ構成頼まれた人も困ると思うよ。まあ、監督の手腕によるのかな？そうだね。そのシオンかなんかが撮れば、三池隆が撮ればなんとかなんの？それは。三池隆版のは見たい。なりそう。ねえ。なあ、ペルセウスの、何？竹内力が。割れくるな、こらってメデューサー切ったら。上下、上下真っ白のスーツで。そうそう。そしたら、俺ペルセウスそんなだっけ？メデューサのね、喉元からオスギレンが生まれたりするわけよ。三池隆さん版はよ。歌舞伎町でやってる。多分ね、多分。だから、日本の昔話だってそうでしょ？そうだね、そう。桃太郎。桃太郎。あれ、桃がどんぶらこどんぶらこ、うん、いいですわ。ばあさんが、一人で、あの、巨大な桃を家に持って帰ったくだりとか。ほんとだ！そうだね、あの桃を、そこそこ距離あるでしょ、多分わかんないけど。うん。まあ、近かったとしても、うん、その巨大なもの、桃を、その、ご老体が、うん、老婆が、担ぐの無理でしょ。うん、だから、じいさんの方のエピソードも語ってないでしょ、芝刈りに行って。行って。で、どういう経路を辿って、家に帰ってきたのか。そうだよね、まずだって。そこ語らないんだったら芝刈りに行かせなきゃいいんです。本当だよ。
一緒に洗濯しに行って、一緒に持ち帰ってくるなり。だったらね、うん、ちょっと待って、一回こうって。そう。貼って、貼ってんの。二人で運べばいいけど、一人だったらゴロンゴロンでしょ。ゴロンゴロンなんです。生まれる前だよ。一番デリケートな時期だよ。母体だと考えると、ゴロゴロ、そう、おっしゃいけないよね、絶対。医者が絶対怒る。はしょる。本当に。だから、もしかしたら、芝刈りに行ってたじいさんは、うん、光る竹を実はスルーしてたとかっていう、他の作品とのリンクとか見せろやと思うんですよ。でもそれでね、うん、じいさんが光る竹を発見してた場合ですよ。うん、家に。そうね。桃太郎が鬼ヶ島行ったと思ったら、今度はなんか、娘に求婚してくるやつらがいて。そうだよ。好きに帰るとか言い出して。ねえ。鶴も恩返しに。鶴が恩返しに来たら、ばあさんどうなっちゃうんだよ。嫁がいねえからこその鶴の恩返しだろ。で、去年の冬に、地蔵にかけてやった傘が、みたいな。ぐっちゃぐちゃ。ぐっちゃぐちゃだよ。ぐっちゃぐちゃ。ほんとだ、そうだわ。そこら辺ね。そうなんもうちょっとなんか、詳しく言ってもらえると。丁寧にも。気持ちが入りづらい。うん。だから、繊細に描いていきましょう。うん、うん。こんなね、原作が追いついちゃうとか、そういうこと考えないで。そうだね。じいさんが、先に帰ってたのか、うん、後から帰ってきたのか、でもちょっと話変わるし。話変わりますよ。ガッてあげたら、でっけえ桃がある。えってな、一回なるとかね。そうだ。えってなるよね。桃太郎はあれ、嘘の話本当の話。本当の話。ギリシャ神話はどっち？これ、ね。わかんない。ちょっとは。永遠の謎です。これは永遠の謎。だってあの、星座だってそうなんですもん。星座だって、うん、あれさ、なんかみんなあれがオリオン座だとか、北斗七星だとか、うんうんうん、なんか、なんていうの？コグマ座。ペルセウス座も、それさっき出てきましたけど、とかって、あるじゃないですか、うん。あれを浸透させたの誰なの？あれすごいよね。パッてだって空を見上げたら、うん。多分日本人の歴史の中では星座ってあったのかな？そこに物語があったのかな？やっぱりヨーロッパから来たもんでしょ、きっと。うん。うん、だけど、じゃあヨーロッパでじゃあそれが本になってましたと。うん、その本にしようって言い出したのは誰なのかとか。いや、だって、うん、結構あんだけ星あったら、つなげようによっては、いや、違う、うん、オリオン、お前のオリオン座はそれだろ俺の言ってんのは、ここを、の三つ並んでるやつを中心としたこの四つだみたいな。だからそいつの意見が強かったんでしょうね。そうだね。それ喧嘩強かったんだと思う。そいつが喧嘩が強かったんだと思う。クラスで一番強かったんだ。じゃあ分かったよ。じゃああれがオリオン座でいいよ。いいよってなったんだと思う。だって信じられないのが髪の毛座っていうのがあるんですよ。これ俺全然知らなかったんだけど。だって髪の毛をまず星座にする意味も分かんないし。そうだね。じゃあ何それショートなのロングなのソバージュなのって話ですからね。そこを破傷ってね、あれが何座ですって言われても物語でもあれあるんですか髪の毛座には。他の星座には多分、あるって、全部物語が一応あるよね多分わかんないけど。まあそうでしょうね。そのあのサソリ座とかあの双子座とか全部、あるじゃないですか。うんうんうん、なんかアルタイルとベガのね、そう織姫と彦星的なのとか。髪の毛座はなんか、髪の毛座はですね、はい、した。エジプトの王妃、デレニケ。デレニケ大変美しい髪の持ち主でした。はあ、来た。ある時、エジプトと隣国との間に戦争が起こり、デレニケの夫であるエウエルゲレス王は、自ら戦場に赴きました。エジプトの勝利と夫の無事を祈ったベレニケは自分の美しい髪の毛を神に捧げました。髪の毛座はこのベレニケの髪の毛を表しております。はしょんじゃねえよなんだよでも一本だよそうですよ一本だよ行ってだよベレニちょっとメット脱いだ時にもついちゃう。言ってぐらい。ねえ、ベレニケとしてはもうちょっと派手になんなかったですかね、うん、っていう。あ、でも嬉しいか。髪の毛捧げてんのに、ベレニケ座にしてあげたらよかったのにね。髪の毛っぽいですもんね。ねえ。ベレニケ。日本語じゃねえお前久々に来て何言ってんお帰りなさいそうだどうも、浅沼慎太郎です。あ、わしざきたけしですはい、というわけで、まあ、嘘はいけないよ嘘はいけないって話でしたね。それでね、嘘のおかげでね、うん、あの、一つのコーナーが終わってしまったんですから、もう本当に。ごめんね。でも、これからもみんなマンボウ好きでいてね。ということで。まとまるか浅沼慎太郎とわしざきたけしの思春期が終わりません
今回ですね、タイトルコールをしてくれたのは東京都在住の南條佳乃さんでした。南條の夜のイエーイ。南ちゃん、南ちゃんは可愛いね。元気でしたね。元気だった。なんか元気じゃないバージョンも撮ったらしいんですけども、うん、なんか病んでるっぽくなっちゃったんで元気は違った違った、そういう意味じゃなくて元気な方を使わせていただいたということで、なんか、うん、やっとちょっとなんだろう、スタンダードに戻ってきた感じ。そうね、うん、一回、うん、あのリセットしてくれた感じがします。そうですね、南條さんありがとうございます。ありがとうございます。南ちゃんの付き合い古いんで僕。あ、そうなんですか。うん、うん、僕一番最初にラジオのパーソナリティやったの相手が南ちゃんなの。へぇー、南條で一番最初に朝兄って呼んだ人間です。あ、そうなんだ。朝兄って南條がつけたんだ。そう、へぇー。それで、うん、それをあの南條ちゃんが考えて、うんうん、それを定着させたのが次の、うん、あの相手のパーソナリティだった高垣彩ちゃん、うん。そうなんだ、うん、そっからだんだんあのひかさだったり、うんうんうん、いろんな人がこう使ってって初代が作って2代目が広めたみたいな。そうなんですよ。明太子みたいだね明太子の歴史みたいなラーメン屋とかね。ラーメン屋とかにもある、ね、よくあるやつというわけで、あの梶井さん、はい、お帰りなさい。はい、お帰りなさい、ね、すいません長らくかけて。いえ、とんでもないです。でも聞いてくださってたみたいで、はい、あ、そうですか。北海道でも聞けましたよ。どうで、北海道にいたの。北海道にいました。北海道でも聞けました。当たり前じゃないネットがね、北海道にも普及してました、まあ、そうようやっとようやっとここ最近のインフラ整備になって最近北海道の人に謝れよ飛ばされるよ絶対にいや、なんかね、いろいろコーナーやってきましたけども、もう8回目8回ということで、はい、なんかね、いろいろまとめていかないと。そうなの、無尽蔵に広がっていくばっかりなんで。そう、そう、まあ今回あのマンボウが、マンボウがね、残念ながらね、うん、大人たちの嘘によって終わってしまいましたけれども、まあ申し訳ないです。その他にもこうまとめていけたらなということで、うん、じゃあこのコーナー行ってみましょうか。僕の夢叶えてください。はいはい、欲望箱の中から引いた夢を叶えていこうというコーナーなんですけども、うん、LINE のスタンプ、はい、そろそろこれもまとめたいと。そうね、なんかちゃんとスタンプ、LINE、そう、スタンプに、うん、していく作業にもあるのかな。もうそろそろね、あ、ですよね。なんかもう絵も描いたりとかしなくちゃいけないし、そのなんていうんですか、申請、うん、とかを。申請厳しいんですか。申請割と厳しいんだって。半年ぐらいかかる、ね、半年でも半年かかって申請落ちる可能性もありますから、まあ、あ、じゃあその時は、うん、何だったんだこのコーナーって言っていただければ。そうです、そうです、そうです。で、じゃあイラスト描いて無駄になる可能性があるってこと。あるんです、あるんです、あるんです。あ、そしたら、そしたらシールに。それいい、いい、シールいいね。それでシールってロマンだね。落としどころシールにして。そうだ。なるほど、なるほど。俺、小学校の時、ランドセルに三原淳子のシールをいっぱい貼って、もうこれ持ってきちゃいけないって言われたの。小2の時。守ってくれなかった。そうなの。ああ、いや。なんで三原淳子だったんだろう。当時俺。いや、でも、うん、俺もなんか、今で思い出した。うん、俺、ちっちゃい頃、うん、そういう大人っぽい、ちょっと悪そうな、うん、女の人好きだった。へえ。山口百恵さんとか、おー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 、中森明菜さんとか、おーおーおー、ちょっと不良っぽい感じね。そうそうそう、わかるわかる。だからそういう流れですかね。そうね、やっぱりそうだったのかも。ねえ、チアガールの方じゃないと思うんだよね。絶対金髪のイメージだと思うんだけど。ボディボディって言ってた。ボディボディの方だと思う。ああ、私美容師さんになりたいって。え、で、あの三原淳子さんに会いたいという夢になります。そうだ今はもういい。もう大丈夫ですか。わかりました。今の三原淳子さんはもうちょっとおっかないです。違う意味で。LINE スタンプがまだめっちゃメールが来ている。少しあるのかな。じゃあ今来てる分はとりあえず紹介して。はい。はい、これ見てということで。はいはいはい。なんかね、もう本当に、まあ、今回も、高橋さん怒られたっつって。はい。出しすぎで。出しすぎ。メールがなんか来すぎてて、怒られたって言うんだよね。でも、なんかでもバロメーター、しかもね、うん、これ言っていいのかな、うん、この番組ね、うん、第3位なんだって。この曲で、うん、へぇー。すごくない？第3位でメールこんなに来てて怒られるって何なんですか？そうなんだよね。なんか、仕事のしがいがなくなるよね。でね、うん、第3位になったのにもかかわらずね、うん、机の上にね、何一つケータリングが置かれないの。口に入れる、なんかお菓子。あるのは、うん、俺たちが前回作った、きったね、きったねカレーの食品サンプルだけ。カレーのサンプル、もうこれもそう、あのさ、なんだろう。捨てちゃえよなんで置いてんだよ2週間も食えるもん置けよ8回もやってんだぞいいけどさ、まあまあその分多分他のね番組さんに、うん、そのテーブルの上がお菓子で潤うんであれば ならしょうがない。我々はもうこれもう水のみ、うん、
大丈夫ですけど。カントリーマームとか置かれてる？ちゃんと。ハッピーターンとか。本当に？バカ受けとか。ならいい。ならいいよ。あの子たちは。そう、あの子たちの笑顔を見るために我々は番組をやっているのだ。やっているのだ。また嘘が。でもいい嘘。幸せな嘘。優しい嘘です。ねえ、これ面白いな。読んでいってください。じゃあ。これ面白いな。セキララさん。はい。白黒スタンプ。それってオチが双子だったってやつでしょ？あ、それいいな。あ、それいいな。面白いな。面白い。あ、セキララさんね、なかなかいっぱい送ってきてくれてるのかな。そっちが頭なの？絶妙だな。絶妙だね。うん。なんだろうな。これ、でも怒ってんの結構多いな。伊達メガネ世にはばかるさん。お前何かとすぐ女子を代表するけど、お前じゃねえかんな。それはね、言いたい。それは普通にスタンプであってほしい。あるかもしれない。使えるやつスタンプであってほしい。うん、普通、ああ、なるほどね。極みマッチャさん。はい。あ、これ、青汁の CM か。途中までわかんない。途中までわかんない、ね。なんだかわかんないやつだ。なんかちょっとスタイリッシュに作られちゃってる。そうそうそう。あれ？あ、寒天ゼロカロリーヌさんから。霧に包まれる市ヶ谷駐屯地。八代さん、1892年、没。誰の話？誰だよ。大体誰ぐらいかもわかんねえ。誰だよ。伊藤さん。怖い！怖い絵が。怖い絵？寄り切りゴリラさん。はいはいはい。股関節、ここまでなら曲げられる。絵付きで。怖い。何これ、こんな妖怪いるよね。ねえ、これだけで高速道路走ってくる。怖い。怖い。まあ、この方ね、いくつか他にもね、こう絵を送ってきてくれるんですけど、どれもこれも怖い。あ、ほんとだ。でも、味がある絵描くね、この人。ね、いい絵だね。なんか、その、子供が一回ちょっとトラウマになっちゃいそうな感じの絵。そうそうそう。なんだろうこれ。なんかこうイラストレーターとかやってらっしゃる。ねえ。ですかね。絵は非常にいいです。なので、今まで採用された、旅行で読まれたスタンプ、はい、まあそういうのを集めて40個こちらで選んで、はい。はい、で、それでこう、イラストを描いていただいて、そうですね、申請に回してもらうと。うん。だから早くて、半年後？結構かかんだよね。じゃあ、だから皆さん祈っててください。はい。半年ぐらい経ったら急にまた、あ、でもまあ、発売みたいなのが決まったらまた、まあ、番組でも多分言うと思いますので。はい、なので、はい、一旦ここでメールは終了ですかね。締め切りということで、はい、完成を楽しみに。そうですね。していただきたいなと思っております。はい、続いてはこちら。サンプルと実物は違う場合がありますのコーナー。はい。もう切ったね。これも、カレー。これ切ったね、カレーさ。汚いのは我々のせいですよ。これは、しかもまだ寝とってんだよ。そうなんですよ。まだ寝ちゃってんだね。ずいぶん経ってんの。そう。でもそれちょっと不快な感じがするんですよ。ひどい。ひどい。でね、うん。スタッフさんからの提案で、出張してサンプルを作りに行くって。うん。だからほら、前言ってたよ。うん。岐阜県に。岐阜。工場があるよって。言ってた。あれ、岐阜に行くの？岐阜にいい？かない、かないのかなんだよ。なんだよ、なんでかないの。でも、車でならいい。クーだ、クーが現れた。出た出た。あれもしかしたら。クーちゃん。はぁ。ちょっと待って、うん、でも車っつったって、うん、俺ら自転車で行かされるとかじゃなかったかな。そんなもん。ケツなくなっちゃうよ。ねえ。ねえ。今なるのシワ全部なくなっちゃう。今人気のアニメに引っ掛けてじゃねえよ、みたいな。嫌だよ、そんなの。車にはいる。自動車の話ですからね。自動車、そうです。自動車、電気自動車の話。電気かどうか知らない。ねえ。ちょっとまあ、それはね、検討の余地ありでしょうけれども。はい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 。あるいはデザインを指定して職人に作ってもらう。まあでもこれしちゃうと俺らの作りたいっていう夢がちょっと変わってきちゃうかもしれないですけど。そうなんだよね。まあでも僕らが提案したサンプルが出来上がったっていう、うん、まあそうなんです。だから全部なんかちゃんと思ってた形でできるかどうかわかんないですけど。わかんないですけど。まあ予算とかね、うん、スケジュールの問題もありますからね。本当に行って作れるのかとかちょっとわかんないんですけど。はあ、ははあ。もうじゃあサンプルはここで一回締め切りですか。
こういうの作ればいいんじゃないの。ああ、そうか。無尽蔵に、そうですよね。無尽蔵に聞いてても。うん。だから、あの、一回採用されたのは、あの、酔っちゃったやつとか。酔っちゃったやつと、うん。なんだっけ、焼きそば。ああ、あの、湯切りに失敗した焼きそばと、あり。あり。一応この三つ。この三つを、あともう一つなんかありませんでしたっけ、うん、読んだやつ。なんかでもそうそう、なんかに決めてもう作る方向に行かないと、うん。そう、いつまでもこれもマジあれだと思うんだよね。いつまでもこのままの関係だと私たちも、うん。ダメだと思う。ダメだと思う。そう。倒れたケーキとかもありましたしね。ああ、ね。うん。なんかあった、なんかあった。なので、その中で、また読んだ中でもう一回確認して、うん。四つ目を選んで、一人二つ作ればいいんじゃないですか。そうだね。そんなにいっぱいは作れないから。作れないから。一人二つ。だから早いとこ酔っちゃった弁当のサンプルを彼女に作ってもらえよ。うん、そうだよ。それをまず写真撮らないといけないんだから。だからそうね。違うっつって、うん。作り直したっつって。そうだよ。ガシャンっつって。だって俺たちが最初に弁当を作ったらそれだけで美味しくなさそうな。誰がじゃ下手くそ。ノリツッコミ下手くそ。やってみたものの。緊張しちゃう。誰が下手くそやねん今の今のねえ、ちょっと早いとこ持ってこないと他のアイデアがどんどんまた出ちゃうから。出ちゃうから、ちょっと。あの、ザルそば食い終わった後の、その、ザルのところにちっちゃいそばが挟まったまで、取ろう、ほじくろうとしても全然出てこない。あれとか。あれとか来ちゃうからさ。来ちゃうよ。別にいいよ。その、ね、高橋さんの、うん、その彼女の作った弁当を俺たちに食わせろみたいな、そんなこと言わないから。言わないから。来ていいから、とりあえず寄せさせて。それを寄せさせたとこ。お願い。そう。寄せさせて。写真を撮らせて。ああ、OK 出ました。でそれちゃんと寄せれる？ちゃんと寄せれる？で、あの、汁がご飯に染みてるやつよ。なんか汁が必要だよね。うん。あの、なんか、そうね、煮物的なものとか。煮物的か、そうか。何の汁があれ寄るんだろう。あれ何の汁がつくんだろう。なんやっぱ、あの、筑前煮とかじゃないですか。そうだ、筑前煮か。筑前ひじき。ひじき、ひじき。そうだ、そうだ。だあの、彼女が作った弁当丸出しちゃダメだよ。そうだよ。お母さんが作った弁当が寄ってるのが、思春期弁当なんだから。うん、思春期弁当ってなんだよ。だって彼女が作ってくれたら何だって美味しいでしょ、どうせ。そうだよ。だから、母親が作ったのが、ああ、ちょ、待てよ、おい、みたいになってる弁当がいいんでしょ。そうだよ、そうだよ。だから、あの、彼女が入れそうなもんとか入れちゃダメ。だから、うん、煮物の汁が、うん、あの、デザートに置いてるイチゴのとこまで来ちゃってるやつ、ね。ああ、そう。もうってなるやつ。あと入れなくていいっつってのに入れる金時豆とか。うん、そう。なんで白米と一緒に甘いもんからといけないんだよ、みたいな感じのやつとかが入ってんのが、そう お袋の作る弁当だから。そうだよ、うん。ちょっと彩りがちょっと全体的に茶色っぽいやつ。そうだね。そう。ブラウニーだやつね。そう。ブラウニーだ。海苔の下になんかあの、ふりかけがあって、うん、ね、おかかのふりかけがあって、それで挟まれてた。やっぱり見た目って大事じゃないですか。その、どこででもね、なんでもお皿が大事なように、うん、その、普通に食べたら普通のなんでもない、何気ない弁当だけど、寄っちゃってることによって、ああ、そう、ノスタルジックな思いとかが出るわけ。あったな、これって、って思えるわけですよ。そうですね。だからそれが作りたい。うん。だから、気合い入れて。本当に。気合い入れて寄せさせて。そこがスタートですからね。すげえ苦が重いみたいな顔してそうだよね。なんて言えばいいか分かんねえもんね。で、大丈夫。彼女に謝るから、俺たち。そうだよ。ちゃんと美味しく食べてよって言われると思うけど。そう。そういうことじゃねえんだよ。うん。バカ野郎っつって。二三発もうビンタかなんかして。うるせえそう。作れば野郎っつって。6倍で返される。俺らが。バッチンバッチンとか。はい。というわけで、まあね、はい。そういうのを作っていきましょうということで。はい。こちらもまとまりに入りましたね。はい。はい。じゃあ他にも行きます？どんどん行っちゃっていいの？どんどん行っちゃう。うん。はい。こちらもまだまだ募集しております。これはね、まとめに入らない感じだ。うん。鷲崎さんの、叶えてプチロマンス。これはだって始まったばっかりだし。そうですよ。そうだよ。できることなら、一生やってたいでしょ。一生やってたいです。僕は100人の女の子と握手をしたいんです。100人の女の子との手をつなぎたいんです。100人握手すると1セックス。100握手1セックスとご計算ください。それ本当すごいな。はい、石坂浩二さん。いねえよ。じゃあ読んでいきますね。はい。
だからさ、話を聞けつんだよ。女性が送ってこいって言ってんのに、男性が送ってきちゃうんですよね。ねえ、聞いてねえのかな、女の子。いや、聞いてます、聞いてます。聞いてんの？うん。だけど男性が、なんかこう。送ってきちゃうの？そうそうそう。だから、結構ね、うん、男性っていうだけで、こう、弾いたりもするんですけど、うんうんうん、ちょっと面白かったやつとかを読みます。リロイ。リロイ。鷲崎さんが手を握り、なおかつドキッとしたいということなので、うん、ヨボヨボのおばあちゃん看護師さんに献血をしてもらうなんてどうですか、うん、女性と手が触れられ、そして針が刺さるまでドキドキできる。なるほど。鷲崎さんのロマンスが忠実に再現できる。これは、トンチで解決だ、バカお前の、面白トンチ、面白、お前、キッチョも期待してるわけじゃねえなんだこりゃ。キッチョもじゃない、ヒコイチドンです。ヒコイチ。あ、違う？どっちでもねえ。どっちでもねえか。普通に繋がす。普通に手が繋ぎたいっつってんの。そうね。うん。アイカさんからいただきました。アイカさん。これ女性ですよ。はい。ラジオに手紙を出すのは初めてですが、いても立ってもいられず初投稿させていただきました。バージン。私は鷲崎さんが大好きで。あ！面白いトークや歌のうまさなど本当に素敵でお会いできたらいいなと思っていたところ、こんな企画が発生して。そうなんです。ぜひぜひ鷲崎さんと手を繋ぎたいです。あらあら。そしてめちゃくちゃ緊張しまくると思いますが、うんうん、お話できたら嬉しいなと思ってます。うん。お、ミュージックビデオ出演するのであれば、ぜひ協力できたら。来た、あ、そうだ、ミュージックビデオの話もあったね。そう、だから。歌作るって話あったんだ。この愛華さんは、そのミュージックビデオを作った時にはもう、これ候補ですから、ね、そうですよね。もうこれ今もう、うん、もうこれ避けときますか、メール。そう。ね。そうですよね。だから、あ、ミュージックビデオもう一個来てるんですか。あ、来てます。あ、これ、鷲崎さんに呼び捨て希望って書いてあるから、鷲崎さん呼んでください。なるほど、こちらですね。ゆきね。うん。前回の話で言ってたミュージックビデオの件です。予算のことが話に上がってましたが、リスナーからアイデアなどを応募して構成したり、カメラを持ってる人で撮影してみたらいかがでしょうか。カメラを持ってる人で撮影してみたらいかがでしょうか、うん、ちなみに今私は大学で映像について学んでいるので、ぜひスタッフとしても演者としても参加してみたいです。ほら、雪ねー。だから呼び捨て希望ってことはファンでもあるんですから。雪ねえじゃん、ヒョウの雪みたいになっちゃう。ヒョウの雪みたいになっちゃう。ニューヨークにいるんじゃないの、大丈夫。一時期名古屋のご意見番でしたけど、ね、そうだよね。だからもうすでに二人出演者と出演者スタッフがもうファンで構成される。きた、両山泊だ、両山泊。じゃあこの二人で行きましょうか。早い早い。100人っすよ。100人。いっぱい抱えてる番組の一つかもしんねえけど。早い決断だ。だからミュージックビデオを撮りながら、スタッフだと撮りながら手を握るってことになるから、見切れちゃうってことだよ、手がね。カメラで。そこはちょっと考えなきゃいけない。そうだね、ここは考えなきゃいけない。でも、こうやって、ミュージックビデオに出たい。でも、本格作んなきゃいけないんだよね、曲を。そこはあなた、セックスするために頑張りなさいよ。何言ってんですか。あ、俺初めて自分の音楽でセックスができる。初めて武器に使える。いいじゃないですか。ねえ。俺か？僕ダメ監督の格好で行きますから。ダメ監督って何よ。ダメ監督。ちょびひげベレー帽で、メガホン持って、ディレクターズチェアに座るやつですよ。あれ、一遍やってたから。コントのやつじゃない。コントのやつじゃない。ポンポンポン。先生、お願いしますって。次、バッチリ決めてくだあれや。それじゃあ、行きますぜ。あれをやりたい。でね、男でまた送ってきてるやつがいるんですけど、はい、これちょっと面白かったんで読みますよね。グッチーからいただきました。ありがとうございます。僕が考えたのは、某100人乗っても大丈夫な倉庫に、うん、鷲崎さんと女性100人で乗るということです。なるほど。まあ、これ計算すると101人になっちゃいますよね。鷲崎さんが先に上がり、うん、女子が登るときに手を差し伸べてあげれば、なるほど。自然と手をつなげるし、100人も乗ればかなり密着しドキドキできると思います。どうでしょうか。すげえ。グッチー天才かと。これは素晴らしい。前ね、一番最初の頃に100人でなんかやろうよ。はいはいはい。例えばあれ、ね、乗ったりね、みたいなこと言ったんだけど、ここに繋がんなかった。確かに、俺が一番最初に登って、うん、手を差し伸べたら、そうです。本当だ。自然と100人。しかもなんかこう、うん、なんだったら声がオノディになるかもしれないですよ。お嬢様っつって。ね、なるかな、なりますよ。だって手差し伸べるんですから。でももう95人目あたりはもう俺もう、ガーってなってる。そう。それでも65人ぐらいでもうプルプルいってると思いますよね。だから、体重制限決めたらいいじゃないですか。うん、そうか。そうだね。とりあえず、あれがいるよね。その、100人乗ったら大丈夫がいるよね。そのステージがいるよね。うん、ステージを組める野外、
やばい音楽動画いるよね。音楽じゃなくていいじゃん。あの会社に言えばいいんじゃないですか。あの会社持ってないのいっぱい。そっちまで行って、うん、100人乗るっていうの。俺何してればいいのその時。そう、なんだろうね。踏み台とかを。そうだね、そうだね。ワンちゃんスタイルになってて、もうその、俺乗らへんの背中によいしょ。俺、鷲崎さんより先にへばるよ。俺は女の子と手が繋げるし、うん、浅野くんは女の子に踏んでもらえるしで、一石二鳥。そんな欲望ねえもん。俺、脊髄ガッタガタですよ、そんな。8人目ぐらいで。無理ですよ。どこに乗ってんだよ。どこに乗ってんだよ。だから、僕なんか、証拠写真とか撮ったりね、うん、どうですかみたいな、ね、レポーターとか、やったりしますよ。うん。だからちょっとそれご検討ください。そうだね。あと、倉庫に物を運んだり。運んで、何よ待って、倉庫だもん、乗るためのものじゃないもの。じゃあやめろよ乗るやつをよ。倉庫は倉庫として使わないと失礼に当たるよ。うるせえな。だから、マットとか。あ、じゃあ入れとくよ、じゃあ。飛び箱とか。飛び箱とか。体育館の倉庫なの？いいけども。じゃあなんか、ね、ミュージックビデオなのか、うん、こっちで行くのか、うん、はたまた違う企画なのか、これどんどん詰めていきましょう。そうだね。これだんだん現実味帯びてきましたよ。本当だね。皆さんのご協力のもと。うん。それからフォークダンスになるかもしれないし。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。あとね、なんかね、手相っていうのはすげえ多かった。手相か、でも俺手相見れないよ。いいんじゃない？わしざき手相で。そんなもん？あれって。統計学でしょ？そう、統計学です。だから僕は統計あんま取ってないんで、僕の感じではっていう。そうか、そうだよ、ね。でもそれで言ったら統計量が一番多いやつが手相の世界一ってことになるけど、うん、そういうわけでもないんだもんね。ああ、そうか。別に、もう5万人統計取ったやつよりも6万人取ったやつの方が偉いってなるかと思いきや、うん、そうでもないんだもんね。ああ。じゃあ俺身の回りのやつの統計だけとりあえず取って、浅沼くんのこの感じ。だこういう手相の人は大体、あれだよ。30過ぎたから声優になる。まあまあ間違いじゃないよ。間違いじゃない。そうですよね。うん、俺だって、俺も。当たってる。当たってるっていうか、君のエピソードだけどな。マイク前で仕事する。そうそうそう。そうそうそう。ちょっと作家の見てみるけど。うん、だここにほくろがあるタイプの人は、うん、だいたい仕事、なんか他の仕事で北海道とか行ったりする。偶然。先月。やめろ、茶番。見てんなの。見てんなの。一応、とりあえず統計だけ取ってみて。そういう手相でもいいんであれば、うん、女性100人を。そうだね。もう、途中適当なんでしょ、どうせ。そうだね。梅茶漬けって酸っぱいよね感想みたいな手相でもいいのであれば、この手相じゃない。この鷲崎さんに手を握らせてあげてくれんだろうか。ね。ね。というわけで。無責任何でも見ますよ。こういうね。まあ、基本的には女性からのメール。うん、男性もこれは超面白いだろっていう自信があれば。アイディアね。アイディア、まあ、大体は弾きます。はい。鷲崎さんの叶えてプチロマンスのコーナーまで送ってください。デビューシングル笑顔と笑顔で始まるよ。発売中。エニツン。思春期が終わりません。続いてはこちらのコーナーでございます。ハッピーエルム街のコーナー。はい、まあね、はい、僕らがあのふわふわ勘違いしちゃうやつですね。はい、じゃあ夢に出てきた。はい、ね、読んでください。はい、じゃあこちらからまず、はい、伊藤健太郎ちゃん。女性ですよね。女性ですよ、もちろん。うん、伊藤健ちゃんです。はい。でも本当さ、顔が浮かぶから。いや、これも言っときますけど、男性送ってきてますけど、男性全部弾きました。これ女性限定コーナーですからね。はい。浅沼さん、鷲崎さん、お疲れ様です。はい。先日、浅沼さんが一応出てくるよくわからない夢を見ました。うん、一応というのは、浅沼さんではあるのですが、見た目が宇梶隆さん。それ、宇梶さんじゃん。俺じゃねえじゃん。いや、しかし、うん、夢の中では私は浅沼さんと疑わず認識しました。見た目はそうなんだけども。出た、夢の。夢、そう、夢ルール。夢のルールだ、うん、出た。これリアルだわ。夢の、うん。なんかよくクラスメートが、安室奈美恵なことに全然不思議じゃなく過ごしちゃうやつ。そう、あるある。なんで宇梶さんだったんだ。夢の中で私が道を歩いてると電柱に、浅沼慎太郎入院中。
お見舞いに来てくれる人募集と張り紙が貼ってありました。寂しいよ。寂しい。私がお見舞いに行くと、そこには小野陽子がいました。おあ、そう。夢の中で私は小野陽子と友達らしく、陽子ちゃん張り紙見たよ大変だったねと声をかけました。小野陽子さんだって年齢相当でしょ。そうだね。そうだね。はあ、友達なのでいいか、陽子ちゃんと呼ばせてもらいますが、陽子ちゃんは少し笑って、大丈夫と答えました。するとここで、陽子ちゃんは少し疲れてるみたいだったとナレーションが入りました。はしょんじゃねえよ、誰の声で時間が来て大勢の人たちと病室に入ると、そこは何もない広い部屋。しばらくすると壁が観音開き、中からベッドに座った浅沼さん、かっこうかじが、カーッと前に出てきて、今日は僕のためにありがとうと一言。またガーッと下がって壁が塞がりきれました。病室はうおーと歓声と感動の嵐。私は涙ぐむ陽子ちゃんに、よかったねよかったねと言いながら肩を抱きました。私はいいもの見たなぁと、ホクホクとした気持ちで病院を出ると、街が破壊されてました。何があったんだよ。ギリシャ神話じゃねえかよ。夢は深層心理の現れと言います。浅沼さん、ノットウカジ、脇崎さん、私の悩みって何でしょうか。知らねえよ。教えていただけると幸いです。何でしょうね。でも危機感を感じてんじゃないですか。そうだね。何かね、街が破壊されてて誰かが入院してるんでしょ、うん、で小野陽子でしょ。で小野陽子と来たらもうジョン・レノンは外せないわけでしょ。そう、そしてジョン・レノンイコールイマジンじゃないですか。そうだね。想像しろってことですね。なんすか。そうだね。国境なんてないんだとね、想像しろっていう。じゃあ遠くの国の戦争とかを、そうだね、こうざわついてる世界情勢に対する何かこうちょっとね、思いがあるのかしら。なんでうかじさんなんだよ。そうだね。なんでうかじさん、でも今最近 CM でよく出てくるもんね。あー、それもあんのか。あれ。腹筋。腹筋のやつとか。そうだそうだ。ショップジャパンだっけ、うん、なんかあれから来てんのか。それから来てるんでしょうかね。だから結局浅間君出てない。そうですよね。ね、そのナレーションがせめて俺であったら。そうだね。すげえ。糸健ちゃん、面白いじゃん。あと、じゃあユンさんからいただきます。ユンちゃん。はい。たった今お二人が夢に出てきたので、朝からメールを作ってます。ありがとうございます。ほやほやですよこれ。うん。友人の紹介で鷲崎さんが院長のとある島にある病院でアルバイトすることになり、また病院？うん。そこには浅沼さんを含め5人くらい新人アルバイトがいました。うん。私たち新人アルバイトはひとみさんというとても綺麗な女の人にいろいろ説明をしてもらっていたところ、はい、アルバイトの一人がさっきちょっと耳にしたけど、ここの院長やばいらしい。患者を解剖したりしてるって超マッドじゃんよと言い出し、それを聞いたひとみさんは事実だから逃げた方がいい今回のアルバイトも拷問するために募集したみたいと小声で教えてくれました。それを聞いた私たちはみんなで逃げることを決意。おおおお、そうだね。夜になってみんなで集まって家に帰ろうとしていたところ、見つかってしまい、私たちは船着き場で会う約束をし、チリチリになりました。そんな中私は、すごい集合性あるね。浅沼さんと米屋さんの倉庫のようなところに入り込んでしまい、うん、落ち着くまでここにいようと浅沼さんは、見つからないように私を米袋と米袋の間に隠してくれました。ほう。上から乗せられてすごく重たかったです。はい。そして浅沼さんは物陰に隠れて息を潜めていたのですが、はい、そこになんとひとみさんが現れたのです。おうおう。浅沼さんはひとみさんと何やら話をしていたのですが、うん、浅沼さんがいきなり、ひとみさんに刺されてしまいました。実はひとみさんは、わしざきさんの愛人で、うん、患者を解剖したりしてるのはわしざきさんじゃなくて、うん、ひとみさんだったんです。おうおうおう。逃げたところを捕まえて拷問したりするのが好きな人でした。吐き方。浅沼さんは刺されてしまい、うん、せっかく米と米の間に隠してもらった私も見つかって、うん、上から米を乗せられているので動くことができず、うん、刺されたところで目が覚めました。そしたら、娘がお腹の上で寝ていたので、だから重たかったのかと理解しました。ところで、はい。ひとみさん全然知らない人だったんですが、誰だったんでしょう。怖いよ。これ怖い。あと、俺出てないじゃん。でも、超綺麗な人でしたよ。よかったですね、鷲崎さん。あ、愛人だからね。よかった。俺はよかった。
君の夢の中で俺とひとみさんは幸せだ。そうです、ハッピーエルムが。そうだね。でも俺出て、俺名前しか出てないよね。結果。確かに。だから俺だって、俺、俺、認識はされてるけど。君は出てるよ。うかじさんでしょ。側がうかじさんだけで。浅沼くんだもん、これは。なんかもうなんかどっちにしろ怖いんだよ、なんです、なんでそんな怖くなっちゃうんだろう。あ、でも幸せなやつありました。ありました？はい。あ、じゃあ読むね。はい。孫家さん。おじさきさん、浅沼さん、こんにちは。こんにちは。私は今18歳の高校3年生で、夏休み真っ最中です。夏休みは夜更かしできるのでこの番組を何回もお布団の中で聞き、寝るのが習慣になりました。でも寝る前にこの番組を聞いてるせいか、寝ながら爆笑するのやめてや。マンボウとかウルトラマンとかうるさいねと妹に言われました。夢の中でもこの番組を聞いていたみたいです。お二人とも大好きです。ハート。これからも頑張ってください。夢の内容はちょっと書いてないですけど、分かんなかったのかな。でも夢の中でも聞いてたみたいです。ね、寝言でマンボウとかウルトラマン、確かにうるさいですね。そうだね。影響受けすぎ。大丈夫？これ10代が聞いていいラジオですか？そうだよね。そのうちなんか、いろんなこと言い出しますよ、本当に。規制とか入んない？大丈夫？大丈夫ですか？まあ。ポンヌさんからいただきました。ポンヌさんありがとう。先日、浅沼さんが夢に出てきました。うん、浅沼さんと私が一緒に食事をしていて、その場の流れで浅沼さんが私の部屋に来ることに。お！部屋は掃除したばかりだし大丈夫だろうと思っていたのですが、うん、部屋に入るとそこには私のパンツが落ちていたのです。ほら。夢の中の私は、なんとか浅沼さんにパンツが落ちているのがバレないように隠していると、うん、浅沼さんの手にも、私のであろうパンツが握られていた。何それ？そこで目が覚めました。何その、みゆきみたいな。みゆき検索してください。ラブコメ漫画でございます。なんか俺、何なんだろうな。なんか、今回は俺あんまり幸せじゃないな。俺もだよ。ちゃんとさ、なんか、キュンとしましたみたいなさ、うん。そうだよ。ハッピーエルム街のハッピーの意味わかる？エルム街の方ばっかりわかる。そうだよね。エロムだったらエロムでいいんだよ。ああ、そう。エロム見たんだったらエロムを見ましたと、はっきり、ね。そしたら、タイトルだけエロム街のコーナー。そうだ、エロム街のコーナー。コーナーにしてくれれば。そうだよ。うん。ね、全然、ガラスの向こう、ピクリとも笑ってない。うまいこと言ったのに。エルム街とエロム街だよ、もうこれ。おぉ、ちょっと、ゾクッとしたのね、俺。ねえ。もう。なんだったら、末広亭で真打ちですよ。バカにすんな、落語界を。はい、こちらも引き続き、ハッピーエルム街のコーナーまで、どしどし送ってください。はい、リスナーの皆様もですね、その夢叶える方法、知ってるとか、有力な情報などありましたら、メール送ってください。宛先は、思春期@響き-radio.jp 思春期@響き-radio.jp 僕の夢叶えてくださいのコーナーまでです。思春期は終わりません。思春期が終わりません。思春期が終わりません。終わりません。ミルキーホームズオフィシャルファンクラブ第3期入会受付中。会員限定の楽しみが盛りだくさん。入会お待ちしております。ミルキーホームズ FC で検索。はい、8回目でしたけれども、はい、なんかね、すげえ喋ってるっつって。そうなの。紛れ、ま、もうちょっと反省し始めてる。そう、あの、ほんと、俺基本他番組だと割と30分きっちり終わる人だからね。知ってる知ってる、イベントとかでもね、きっちりなんですよ。そう、これゆるゆる。もう、な、ダメなのかな。今日はね、いろんなコーナー閉じましたけども。そうそう、言いづらきこともね、うん、何回かお休みしてる間にメールが減ったからやめちまおうって。言いづらきでしょ、スタンプも、うん、まあ、閉じるというか。うん。うん、マンボウでしょ、うん、職人サンプルもだメールを呼び込むのは今のところ。そうそうそう、だから4つ一気にあれしちゃったんで、4つも閉じちゃって、なんていうの、番組どんぶりか番組終わる感じになっちゃう。そうなの。大丈夫、なんか弾こうよ。だから新しく、はい、弾きます。じゃあこれ欲望ボッキー、はい、ピンつってピンつって、はい、弾きます。あ、授業をやりたい。だ、俺ピンときてない。俺だっけ。2人の夢でしょ。2人の夢だっけ。僕も塾の講師やりたかったっつって、うんうんうん、家庭教師よりも。ああ、そうかそうかそうか。だから授業やりたい。あ、二人の、何します、どうします。じゃあこれ授業やりたい。え、どうすんの。授業放送大学みたいな感じになっちゃう。ラジオで教職取る、教職取る今からそれもなめんなよって言われちゃう。でも授業やりたい、どうやってやればいいんだろう。
普通に。学校が呼んでくれればいいの？非常勤講師みたいな。あ、非常勤講師で、ね、うん、急に急に。ああ、そうだよね。赤ちゃんできちゃったからっつって。2学期から急に我々。でも僕らにいきなり日本史とか言われたって無理なんで、例えば、どっかの専門学校で、うん、で、例えば声優学校に呼ばれたからって僕も声優の技術とかね、教えられるほどあれじゃないんで、うん、またペペなんで、うん、なんか違ったね、ことを教えるとか。例えばこの声優業界でこういうことがありましたよの、まあ、どちらかというと授業というよりも講演会的になっちゃうかもしれないですけど、どうなんだろうね。あとはなんか鷲崎さんだったら音楽、そうですね、専門学校行って、はい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 、音楽に昭和初期からの昭和初期から歌謡曲の変遷を、はい、それも勉強になるでしょうしね。なんか全然関係ないしょうもないことを教えたっていいわけですしね。いいよいいよいいよ。いいよ。あのマンボウのことは話しませんよ、もう金輪際生涯話しません。そうだね、授業中に教室男性とかマンボウって本当怒って帰っちゃいますからね。そうそうそう、うん、誰がマンボウじゃこら別に俺がマンボウって言われたわけじゃないですけど、そうだよ、みたいなことを話す機会があったりとか。あ、学祭、学祭ね、秋ですから。うん、うん、あ、いいんじゃないですか。でも間に合うの今は。もう超ギリかな。ね、学超ギリか。でも学祭行きたいな。ね、なんか学祭とかをなんか実行委員とかやってる人がいたら、あるいは知り合いにいたらとか、あいつらあのおっさんたち呼ぼうよみたいな。しめしめっつってね、うん。割と安く来るぜみたいな感じで話。あるいはなんかこうイベントとかの形だと難しいんであれば、模擬店手伝ったりとか。ああ、いいよいいよ。うん、焼く焼く、お好み焼きとかでしょ。うん、フランクフルトとか焼く。ああ、焼く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 。その代わり結構食うけど。いや、結構食うけどって思うよ。俺なんか40だからね。そんなにいかない。フランクフルトマジで2本でいっぱい。あ、いっぱい。俺は。なるほど。まあまあ、でもなんかそういうの手伝ったりしつつ、もしかしたらその学祭の中で授業をする。そうだね。なんか、模擬店手伝って授業するって面白い ね。人の青春に勝手に入り込んでさ、そうそうそう、介入しちゃうんです。10年後ぐらいに写真見たら、あれな、このおっさん2人誰だっけってなるよ。あ、だけどそれこそあの変なギリシア神話とか、うん、なんかおい、そこ走るんじゃねえよとか、嘘ばっかりだなみたいなことを話してもいいわけで、世の中嘘ばっかりですよって授業ね。授業ね。なんだそれ。なんか、でもなんか、そうなんだよ。なんか、まあ教室とかで、何を言ってもいいんだけど、教室とかで何人かを相手に、なんか偉そうに先生、でいたい、そうそうそう、先生コントはしたいの俺は、うん、だから最終的にはやめんなよ先生みたいな、そう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 、そうそうそう、込みよ。その代わりあの参加してくれた人にはあのちゃんと卒業証書って言って、うん、さっき会ったばっかりなのに、そう、なんか、渡辺ちなみお前はみたいな、うんうんうん、思い入れないのに嘘思いで喋る、そう、そうだよ。本気で叱ってくれたの先生だけだったみたいなことね、言ってくれればいいよ。やりましょうよ、やりましょう、うん、俺それやりたい。途中で放送室を占拠してるような音声が流れてきた。あ、もうそう、もう俺たち関係ねえ。もうカメラはそっちに行っちゃうよ。いいんだよ、中島みゆきかけろよ。ね、俺ね、それね、1時間分全部セリフ言えんの。好きすぎて。すげえ、聞かせてもらおう。はい、まあそう、ね、ここにも、うん、夢いっぱいありましたけどね、はい、そういうのもね、バンバンこう、あの、なんだ、叶えていって、開いていって、叶えていって、解決していきたい。なんかメールを募集するなんかあります？あ、やってほしい授業、ね、こういうの、うん、だからもしかしたら俺でも、俺ら知らない可能性もありますけど、そういうのは調べて、嘘800でもいい。ああ、そうだ、調べていこう。メールはですね、うん、青春お邪魔しますのコーナー。あれ、北海道に行って、なんか、磨いてきたとかではないんですかね。あの、昭和から取り入れて。なるほど。青春お邪魔しますのコーナーでいいね。うん、コーナーねって割と大事だけどいいね。わかりました。青春にお邪魔しますんで。うるせえな。散々このラジオで名前大事だって言ってんの。青春お邪魔しますのコーナー。はい。はい、よろしくお願いします。はい。というわけで、まあまあ、新しいコーナーもできましたけど、まあ、去っていくコーナーもありまして、はい、これからも増えていくんで、ぜひ、はい、またこの先も聞いてってください。次回の配信は9月24日の水曜日になりますので、ぜひ聞いてください。はい。ここで、あの本人いないんですけども、うん、前回まで、臨時の代理作家をやってくださってた砂川のデイちゃんが所属しているこれコントユニットですかね、はい、夜更かしの会の公演がソロライブっていうんですかねがあります。第19回公演ザ・ボーイ・イン・ホワイトがですね、10月の25日の土曜日と26日の日曜日、北沢タウンホールで、開催されます。はい。チケットは前売り3500円、当日4000円でですね、一般発売がもうすぐなんです。9月の13日の土曜日の10時から
で、店頭発売、ローソンミニストップ店内、ロッピーで直接購入いただけます。あのね、僕ね、ライブ行ったんですけど、うん、面白いですよ、めっちゃ。へぇー。さすがキングオブコントに出場した。うん、珍しいですかね、5人組のコントユニットというのはなかなかない、ね、あれなんか準決勝にも行きましたよね。そう、今回準決勝まで行ってて、もしかしたらこれ配信されてる時には決勝の発表がされてるかもしれないんだ。ぜひ皆さん見に行ってあげてください、はいはいはい、よろしくお願いします。というわけで、じゃあ今回はこの辺になりますかね。長いもの今日は。そうですよね。はい、次回もまたいろんな展開しますんで、よろしくお願いします、はい、じゃあさよなら。さよなら。嘘ばっかり。快乐なって君のその名前